今年開催の映画フェス、そこでやるのがで、うん、前回江頭さんのハーモニカやったじゃないですか。うん、今回は何の楽器やるんですか。いやハーモニカ以上のことはできるわけないじゃん。この不器用な男がだよ。いやそんなことないですから。前回よりやっぱパワーアップしていくっていうのがやっぱり映画チャンネルですから。S なんかいいのないかな。これはサックスとかいいんじゃない。バカじゃねえのお前。バカじゃねえのお前。サックスかっこいいな。いやサックス吹けたらめっちゃかっこいいっすよ。本当に、はい、ここでサックスをかっこよ。例えばなんか真ん中あたりにちょっとこうよくあるじゃないですか、はい、コンサートでなんかデベソみたいなあのセンターステージの作ってそこで江頭さんピンスポット浴びてサックスみたいなそう罰ゲームじゃん。いや持てますよ。本当に、はい、いや絶対持てます、ね、これは持てます。やっちゃうか。多分前回よりもかなりハードルはまた高くなってますけど、その代わり M、はい、お前練習一緒についてこいよ、はい、頼むぜ。そしてあの挑戦が始まるということですね。そうだね。今日は江頭に向けてサックスを買います。気に入ったのは、はい、これ。おお、かっこいいっすね。それを江頭さん買うということでいいんですか。買っちゃう。60万。ちょっと涙目な。本番に向け練習開始。江頭さん、おサックス購入しましたか。そうだね。あの先生にも来てもらったのでちょっと練習していきましょう。わかりました。はい、じゃあ中にできるかな。失礼します。失礼します。あ、江頭2時50分です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、サックスの藤田純之介と言います。あ、藤田さん、はい、あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちなみに僕はビートたけしさんの、浅草キッドっていう歌あるじゃないですか、はいはいはい、あれをちょっと弾こうかなと思ってるんですけ ど大丈夫ですかね。大丈夫かどうかはちょっとあれ、そこはできませんが、でも最善を尽くしていけるように、はい、もう本番が決まってるんですよね。そうなんですよ、はい、5ヶ月後なんですよ。5ヶ月後、うん、でもあの曲を絞って、はい、でこうこれをやるって階段を積み上げていけば、はい、いけると思いますので。そうですか。はい、きっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。本当に。しかし、あ、岩下さん、ちなみにサックスの練習とかってしてるんですか。あ、動画上がってたじゃん、はいはいはい、サックスを買う、はい、あれから初めてサックスの練習行きましたよ。へえ。あのね、はい、音符読めないじゃん、はいはい、音符をずらーっと書かれてたのよ。あ、楽譜で。なるほど、楽譜で、はいはいはい、だから俺読めなくて、はい、これを心配したブリーフ団が、今日は、うん、エガフェスの特訓のために来たんですよ。特訓？はい、今回のエガフェスは前回と比べて5倍、1万人の前で歌うじゃないですか。そうだね。はい、だからどんな状況でも動揺せずに歌えるように特訓した方がいいと思うんですよ。それ必要ないんじゃないの。いや岩下さん、お忘れちゃったんですか。何が。前回のエガフェスで最後に歌ったあたおかまたあお、うん、江頭さんハーモニカ全部忘れましたね。やらかしたな。だから、うん、特訓した方がいいと思うんですよね。その時の様子がこちら。花に雪が出よ、イエーイ。
わけで特訓開始。というわけで今回やるのは脱毛カラオケ。脱毛カラオケ、はい。今から江頭さんには医療脱毛をしてもらって、その痛みに耐えながらカラオケを歌ってもらいます。ちょっと待って、はい。医療脱毛って前回やった脱毛と違うの？はい、前ドッキリで脱毛を受けたと思うんですけど、あれは美容脱毛で痛みが少ない脱毛なんですけども、今回は医療脱毛といって脱毛効果が高いんですが、その分痛みが強い脱毛となっております。それをやりながらカラオケをやるってこと？そうです。で、江頭さん、うん、改めて曲は何を歌いますか？ビートたけしさんで浅草キッド。やっぱり俺たけしさんの弟子になろうと思ってたじゃん。たけしさんのオールナイトニッポン、あと本の浅草キッド、はい、そして音楽も浅草キッド、はい、これを見て弟子になろうと思ったんだよ。あー、なるほど、はい、はいはい、これはやっぱりビシッと歌わないといけないですね。そうだよ。そうですね。そして今回はこちらを歌ってもらいながら、江頭さんの股間を中心とした V ライン、アイラインを脱毛していきます。わかった。はい、はい、では麻酔をつけていきますね。あ、ちょっと待って、俺の憧れてるビートたけしさんだよ、うん、麻酔なんかかけないよ。相当痛いんじゃないですか？それをやってこそ伝説でしょう。どうですか？でも毛の濃い方はやっぱりお痛みが強いので、特に V ラインとか付け根の部分は、濃い部分はちょっとお痛みで声が出ちゃう方も結構いらっしゃいますね。いや、そこは譲れない。麻酔があっても声出る方がいるってことですか？そうですね、痛い方はやっぱり、麻酔あっても声出る人がいるのに麻酔なし。そうだね、今ちょっと迷ってます。ちょっと後悔してます？してるかな。ちなみに麻酔をすると、こっちも全然アイラインも全然大丈夫ですか？結構こんな足開くんです。はい、話は戻り、麻酔した方がいいんじゃないですか？しますか？絶対した方がいい。いやいやいや、絶対しない。いいですか？大丈夫ですよ。じゃあ行きますか？それで行こう。じゃあです、ね、ちなみに得点とかどうします？目指します？やっぱり全国平均以上取りたいね、はい、じゃないと、はい、1万人の前で歌えないでしょ。まあそうですね。確かに。全国平均が 85.035 点っていう。おお、よくわかんないけど。まあじゃあその点数を目指すと。そうだね、はい。痛みに耐え込む得点を出せるか。じゃあ江頭さん、はい、サングラスをかけて3倍しましたが。そうだね。じゃあ浅草キッドお願いします。ちょっと待って、ちょっと怖いね。てか江頭さん、結構丸出しになってます。お前と会った中店のニコニしかないクジラ屋で夢を語ったチューハイの泡に弾けた約束は明かりの消えた浅草の
ず一つのアパートで。さあ、こっから来ますよ。ガラス。はい、ガラス。同じジャンプを初めてガラス。同じ形の状態ずつに同じ靴まで買うかなと気がいつも笑いの俺はこれあざれなくても頑張っていつか触れると信じてたわが二人のエキスト頑張って頑張って、はい、こっからゾーン変わりますか。ちょっと痛すぎる。こっから頼む。やばいよ。やばい。この上がもうバチバチ。こっからアイゾーンになります。アイゾーン、この後アイゾーンに行きますんで。こんな乗っていいんですか。平気でアイゾーン完全にやるぜ。完全にこれぜ。夢を投げて真面目に拝んでる。浮かんだ幼子の心にまた折れて一人訪ねたアパートで。背中が揺れている。嫌ないで。お互い当てなき二人なのに。胸は捨てたと。嫌ないで。道なき二人なのに。あーやめてやめてください。本当にやめて。もう無理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 。いや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 、いや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 、江頭さんで自分で出しって出せます。マジでやばいこれ。点数出ます江頭さん。はい、83.759。意外といいっていう。まっすぐ、まっすぐなしだったら相当上でしょ。これから俺が伝説を残していくから、お前ら見てろ。わかったな。